皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。外国人から真面目で勤勉と言われることの多い日本人、その丁寧な仕事ぶりは世界中で高い評価を受けています。しかしその一方で、確認作業が多い、会議やミーティングが多い、上司の承認に時間がかかるといった効率の悪さを指摘する外国人も多いのだとか。今回ご紹介するのは、スペイン人女性が日本人の働き方に感銘を受けたエピソード。彼女は日本人の働き方を理解できず、ストレスを感じていたのですが、あることをきっかけに考え方が大きく変わったようです。また後半では、海外で話題となった現代の日本の労働時間についてもご紹介。それでは早速、スペイン人女性のエピソードからご覧ください。日本人の働き方にストレスを感じていたスペイン人女性が知った事実とは。私の名前はシェイラ、20代のスペイン人よ。私が一番大切にしているのは人生を楽しむこと。年に一度約1ヶ月間のバカンスを過ごすのが私にとって何よりの楽しみね。ところでみんなは知っているかしら、スペインにはね、仕事の合間に2時間から3時間の昼休憩ができるシエスタというシステムがあるの。シエスタの時間に昼寝をすれば睡眠不足の解消になるし、脳と体をリフレッシュできて午後の集中力アップにもつながる。こんなに素晴らしいシステムがある国に生まれたことを私は本当にラッキーだと思っているわ。でもね、世界にはスペインのように労働環境がいい国は少ないみたい。特に日本で働いている友人からは、日本の過酷な労働環境についての愚痴をしょっちゅう聞かされていたわ。私も半年ほど前に日本の企業との共同プロジェクトを進めたことがあるから、彼女の気持ちはよくわかった。うんざりすることの連続で、もう日本の企業とは一緒に仕事をしたくないなって思ったんだもの。例えば一つの企画を通すためには何人もの上司のチェックが必要でね、その都度印鑑による承認が必要なの。スペインならチャットとかで、こんな企画はどう？って責任者に言えばおしまいだから、日本の企業は承認にいつまでかかるのよって途方に暮れちゃったわ。それから上司のチェックは済んだものの、今は印鑑がないから明日にしてくれと言われて仕事が何日も滞ったことも。あと私が印鑑を持っていなかったから、印鑑がないと契約はできないって言われたこともあったわね。スペインにはもともと印鑑なんてものはなくて、契約書とかは自筆のサインで十分。だから日本人が毎日あんなことをしているのは仕事が遅れるだけの無駄な作業だし、はっきり言って時代遅れだと思ったわ。そんなある日のことだった。日本で働いている友人から仕事の相談をする電話がかかってきたの。その時彼女が関わっていたのは新商品の大規模なプロモーション。彼女は精一杯頑張っていたのだけれど、上司に何度見せてもやり直しになってしまったそうよ。しかも上司は、これでもいいとは思うんだけれど、もう少しブラッシュアップしてみてと言ったらしいわ。結局クライアントからの条件はとっくに満たしていたのに、納期をギリギリまで伸ばして細かい変更をせっせと繰り返したみたい。あまりにも細かくて無駄なことが多いからノイローゼになっちゃった。日本で働くのってこんなにも大変だったのね。もう退職してスペインに帰ろうかしら、と彼女は悩んでいた。彼女も含めスペイン人はプライベートが最優先だから、仕事は必要最低限をやればいいという考えだし、それで誰も文句は言わない。もっと仕事にこだわりたい人だけが好きでやるっていう感じなのよね。やっぱり日本人の働き方は理解できないわ。友人との電話を終えた私はそんなことを思いながら、なんとなくテレビをつけた。そしたらある番組が日本の鉄道を特集していたの。
クローズアップされていたのは車掌さんの働き方。どうせまた車掌さんの過酷な一日を紹介するんでしょ。そう思って私は番組を見始めた。ところがその番組の内容は私の予想とは全然違ったものだったのよ。日本の車掌さんが行っていたのは試作勘誤という作業。それはミスの発生を減らすためのもので、頭の中で考えるだけではなく、実際に自分の目で見て指差しをして声にも出すという原始的な確認方法だった。見ればわかるのにどうしてわざわざ指差しで確認をするの？と思ったけれど、それを行うことで目視のみの場合に比べてミスは3分の1くらいに減るみたい。人間は慣れてくるとついつい自信過剰になったり、確認を怠ったりしてミスをしてしまうもの。だから日本人がミスをなくすために徹底確認を習慣化していることはすごいと思ったわ。きっとそれだけしっかりと確認しているから、遅延が当たり前のスペインの電車と違って日本の電車はダイヤ通りに運行できるんでしょうね。その時私はふと思ったの。もしかして友人の上司もこのような理由であえて長いプロセスをとっていたのかもって。そう思うと今まで悪いイメージを持っていた日本人の働き方もポジティブに捉えることができた。続いて番組が紹介していたのは日本の高い技術力。日本の製品は世界でもトップレベルの安全性や信頼性がある。だから例えば故障が少なくて新技術も搭載されている日本の車は今や世界中を走っているんですって。それから食品についてもそう。自国で生産された食品は安全性が心配だから買わずに、わざわざメイドインジャパンの高い輸入食品を選ぶ人は結構多いそうよ。そしてその安全性や信頼性は徹底したテストや検品によって守られているというの。とりあえず出来上がればいいというわけではなく、しっかりと消費者のことを考えてものづくりやサービスを行っていると知って、とても素晴らしいことだと思ったわ。重大な製品事故やリコールは世界各国のメーカーがたびたび起こしている。だけどそれらは基本的なチェックをおろそかにしていなかったら未然に防ぐことができたのかもしれないわね。私はこれまで生産国に対するこだわりがなかったのだけれど、この番組を見た後はできるだけ日本の製品を購入したいと思うようになったわ。電車が時間通りに来ないことも、商品やサービスの質が予想よりも悪いことも、今までは仕方のないことだと思っていた。だけど日本のようにたゆまぬ努力を続けていたら、もっと快適な世界が生まれていたのよね。それを知った時、今まで私が生きてきた世界は何だったんだろうと愕然としてしまったわ。繰り返される確認作業に私も友人もうんざりしていたけれど、それは自分のことしか考えていない証拠。その先に不満を抱いたり残念な思いをしたりする人たちがいるかもしれないってことにまで目が向いていなかったのだと反省した。その後、日本の技術力にもっと興味が湧いた私は自分でもいろいろと調べてみたの。そしたら日本の中小企業の技術もすごいってことが分かったわ。例えば小さな町工場で作られたネジが世界を代表するグローバル企業の製品に使われているのだそう。もしかしたら私の家にある製品にも日本で作られた部品がたくさん使われているのかもしれないわね。いつか日本に行く機会があればぜひとも見に行きたいのが東京スカイツリー。そこには日本の大阪にあるハードロック工業という中小企業が開発した絶対に緩まないネジが使われているそうで、自分の目で見てみたいって思ったの。これじゃあまるで日本の技術オタクみたいよね。ちなみにその革命的なネジは世界中で使われていて、アメリカのスペースシャトルや海上掘削機にも採用されているのだそう。目立ちたがり屋のスペイン人だったらすぐに調子に乗ってみんなに言いふらしそうだわ。でも日本人はその技術をひけらかしたりせずに見えないところで頑張っている。
そういう謙虚な姿勢は日本人らしくて素敵よね。気の遠くなるような細かい作業を厭わないのは、多分日本人の特殊能力なんだと思う。そういった日本人の研究や試行錯誤がなければ開発されなかった技術もたくさんあるだろうし、そう考えると日本人には本当に頭が上がらないわ。日本人は縁の下の力持ちで、マスメディアに注目されない地味なところでも世界を支えている。そんな素晴らしい日本の文化を日本で働いている友人にも伝えてあげたいわ。あなた、日本で働けるなんてめちゃくちゃラッキーよってね。世界にはいろいろな文化や価値観があって本当に面白い。そして今後も世界をより良い方向に変えていくであろう日本人からは、ますます目を離すことができないわ。シェイラさんのエピソードは以上になります。シサカンコは外務省が日本を紹介する短編動画番組ジャパンビデオトピックスにも登場。日本の産業現場における安全活動として取り上げられ、動画の中では中央労働災害防止協会の研修風景も紹介されました。この動画は各在外公館を通じて世界約100カ国のテレビ局に提供されるとともに YouTube でも公開。動画を見た外国人からは、我が国の鉄道でも全員にやってほしい、この習慣を全世界に広めたいといった称賛の声が多く寄せられていました。日本の労働時間が話題に。海外のネット上で2022年版の世界各国の平均年間労働時間ランキングが話題になっていました。1位はコロンビアで2405時間、2位はメキシコで2226時間、3位はコスタリカで2149時間、4位はチリで1963時間、5位は韓国で1901時間、そして日本はアメリカの1811時間や OECD 加盟国の平均労働時間1752時間を下回り、1607時間となっていました。かつての日本は世界から働きすぎと言われ、残業時間の多いイメージが強かったですが、この結果からは日本の労働環境が随分と改善されており、むしろ労働時間は世界的に見れば少ない方であることがわかります。日本の労働時間が減った背景にあるのは、労働基準法の時間外労働の限度に関する基準。残業は月45時間、年間360時間までと上限が設定され、これを超過する残業は違法とされたことが大きな要因でしょう。世界の主要先進国には日本に比べて残業時間が多い国もあれば少ない国もありますが、日本と海外では残業そのものに対するイメージに違いがあります。日本での残業に対するイメージは、今もなお仕事を頑張っている、他の人よりも仕事熱心といったポジティブなもの。一方で欧米、特にヨーロッパでの残業に対するイメージは、定時内に業務を終えられなかった人がやむを得ずやっているというネガティブなものとなっています。これはつまり、残業をする人は仕事ができない人、プライベートの時間を楽しめない人とみなされる傾向があるということ。近年は日本でも残業に対して同様の捉え方をする人が増えてきてはいますが、まだまだサービス残業の意識や、一定の成果を上げるためには残業してでも人より働くべきといった考えが根付いていることも事実です。ちなみにアメリカの労働時間が日本よりも長いのには、祝祭日が日本より少ない点も影響しているとのこと。またアメリカの厚生労働基準法では、週40時間を超えて労働した際は残業分に対して基本時給に 50% 割増の時給を支払うよう定められています。ただ年俸制で働くホワイトカラーの労働者の場合、残業という概念はありません。これは法
ホワイトカラーエグゼンプションという制度で、企業は残業代を支払わなくても違法とならない場合があるのだそう。この制度では自身の業務が終わっていなければ残業することもありますが、早く終わればその分早く帰ることも可能です。それから今回の調査では2位だったものの、ここ数年 OECD 加盟国で年間労働時間1位をキープしていたのがメキシコ。同国で労働時間が長くなる理由としては、土曜出勤の会社が多いことや、法令で定められた国民の休日が少ないことが挙げられます。さらにお隣のアメリカに比べて低賃金であるため、少しでも長く働くことで収入を増やしたいと考える人が多いことも要因の一つとなっているようです。ところで、このような日本の労働時間については海外のネット上でもたびたび話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。なんで日本の労働時間はこんなに短いの？日本人は信じられないほど長時間働いているはずなのに。サービス残業を入れたら日本がトップだろうね。日本の企業は意外にしっかり休めるよ。僕はこの5年間日本の自動車メーカーに勤務しているけれど、年間148日も休みがあるんだ。僕はメキシコ人だが、以前に日本で働いていた。確かに日本人の働き方はゆるゆるだったよ。日本人は働きすぎなんてのは単なる迷信さ。20年から30年前の日本とは違って、大半の日本人は合理的な時間で働いているようだね。まとめ。私たち日本人は信頼性の高い日本の製品やサービスに囲まれた生活に慣れており、普段そのありがたみを改めて感じる機会は少ないですが、実は日本のこの環境は海外から見ると特別なことだったようです。そしてその生活を支えているのは、何事にもとことんこだわって確認を怠らない真面目な日本人の働き方。日々の仕事は大変で、ついつい手を抜きたくなってしまうこともあるでしょうが、自分の努力が人々の役に立っているのだと思うと、なんだか頑張って働こうという気になりますね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。